さあ今日は僅少差のゲーム、ホークスが先制してファイターズ追い上げるという展開だったんですが、今日のゲームを振り返りましょう。さあまずは立ち上がりは斉藤佑樹、ここはうまく本田を三振に打ち取るんですが、これが振り逃げ。このチャンスをホークス生かします。盗塁した後、今度はワイルドピッチ、ここはもうもらったチャンスです。斉藤が初回ピンチを迎えて3番内川、詰まりながらもセンター前に持っていきました。まあ、このいい流れで取れたのが良かったですよ ね、 そ、 うですね、はい、そして続くペーニャ、内川も盗塁を決めてセカンドに進んでいました。左中間を割っていくタイムリーツーベース、復帰したペーニャ即結果を出しました。2点目が入ります、ホークス。さあ2点もらった山田、これは2回のピッチング、中田、オフパワー、さらには陽大館を打ち取ります。まあ、点を取ってもらった直後、素晴らしい流れを作りましたですね、はい。さあこれは3回ピンチを迎えるんですが、3塁1塁から糸井を三振、岩舘もファーストフライに打ち取ってなんとかピンチを出しました。糸井選手の三振が大きかったですよ ね、さあそしてこの斉藤もだんだん調子を上げてきました。これは4回です。松田がファーストフライ、長谷川もサードへのゴロ、柳田は落ちるボールで三振と、まあ、だんだんこの人本来の、ね、ピッチングになってきました。7回です。ランナー2塁1塁から金子のこの打球、長谷川グラブに当ててこぼします。記録はヒット、タイムリーヒット。さあ1点差にファイターズが追い上げます。でその後なんとか山田が踏ん張って後続を立ちました。さあ7回です。斉藤ワンアウトを取った後、長谷川の打球は左中間、これがツーベースヒット。柳田にフォアボールを与えてランナー2人を残して、ここで斉藤がマウンドを降りました。まあ、それまで安定したピッチングしてたんですけどね、まあ、この回はもうね球数もね多かったので、はい、そして2人目森内がリートゥーシェンを三振に打ち取って、さらには満塁から明石はレフトフライト。ホークスもなかなかこう追加点奪えませんでした、はい、そして岡島、8回は岡島がマウンドに上がって、この岡島がしっかりとね安定してます ね、はい、3人で抑えました。2三振です。しっかり投げれてますよね、そして最後森福がランナー出すんですが、三岡を打ち取って試合終了。結局2対1、ホークスはまずはこの交流戦明けのゲーム初戦を制しています。